皆さんこんにちは、ゆうすけです。さあ、今日は先週の続きで、このソナチネアルバムから、クレメンティのソナチネ作品36の1番の2楽章をやっていきましょう。先週はこの1楽章をやりました。というのが1楽章でした。これはソナタ形式という提示部、そして展開部、そして再現部という3つのセクションから形成されている曲の形式で、テンポも速いというのがこの1楽章の特徴でした。そちらをまだご覧になられていない方は、ぜひお時間になるときにご視聴ください。で、今日やっていく2楽章は、この1楽章と対比してかなり音楽的な特徴が違います。まずはじめに曲のテンポ、1楽章が速い楽章だったのに対して2楽章はアンダンテ、ゆったりとしたテンポの楽章になります。そしてもう一つ大きな特徴が曲の調整。1楽章が C メジャー、シャープフラットなしの白い鍵盤だけの破調調 C メジャーという調だったのに対して、2楽章はF メジャーで書かれています。テンポがゆっくりであるということ、そして曲の調が1楽章と違う調、近親調で書かれているというのが典型的なソナタの2楽章の特徴になります。で、曲の形式に関してはこれという絶対のルールがあるわけではなくて比較的自由なんですけれども、この曲の場合では分かりやすい ABA 三部形式、曲冒頭のセクションがあって、そして中間部、そしてまた曲冒頭と同じセクションが少しだけ変わった形で戻ってくるという三部形式になっています。というふうに始まるセクション A、 そして中間部分、という中間部分を経てのまた曲冒頭と一緒のという終わりのセクション A ダッシュという三部構成になっているんですけれども、ソナタ形式で書かれている1楽章と比べると規模も小さくて技術的な負担も少なそうに一見見えますよね。表現や具体的な奏法について触れながら最初から見ていきましょう。この2楽章をやる上で私が思うに最大のポイントとなってくるのがペダリング。1楽章では一切触れなかったことなんですけれども、楽譜に少し書き足してある通りレガート、基本的に曲全体を通じて綺麗に音をつなげ続けます。それをするためにどうしてもペダルが必要不可欠な箇所がいくつもあるんですね。1楽章をやった時にはレガートの扱いを少し軽やかにというふうに言いましたが、2楽章のゆったりとした曲奏、曲の雰囲気を考えると1楽章よりもベターっと音を滑らかにつなげて弾くのがこの2楽章に合っているかなと思います。今私は弾きながら少しだけペダルを使いましたが、ベタ踏みは一切してなかったんですね。先ほど言ったようなレガートの表現のためにこの曲ではペダルは必要不可欠ですが、必要以上に過剰にペダルを踏みすぎてしまうのはあまり良くないと思っていて、気をつけるべきポイントがハーモニーの響き、左手が弾いているのはこれという F メジャーの和音をバラバラにして弾いているアルペジオという形なんですけれども、これをハーモニーとしての響きを確保しつつ、しかしながら右手が全ての音が伸びてしまってこう重なってしまわないように細心の注意を払わなければいけません。そうするために私が行っているのはペダルも使うんですけれども、まず左手
ちょっと見えにくいので少し手を上げて弾いてみますと、というように楽譜に書かれている音符以上に音の長さを指で押さえ続けて確保してあげています。一楽章のレッスンで言ったことと全く反することですね。音歌を守りましょうというふうに言いましたし、レガートは軽やかにと言った一楽章でしたが、それと全く逆のことを行うようなこの二楽章かなと思います。指で少し長めに保留をしてあげるということ、その上でペダルも補助的に使ってあげるんですが、下まで踏むのではなくて浅めに、浅めでも音は少し伸びます。このあたりでも伸びますね。その音が伸びる伸びないのギリギリのあたりでこう細かく踏み替えてあげているというようなペダルの踏み方を、この二楽章始めから終わりまでを通じて常に行っています。ちなみに今お見せしているこの楽譜に赤線でのスラーをかなりたくさん書き加えておりますが、これは全音版のソナチネアルバムの方に書かれていた指示をそのままコピーしました。少し私が入手したこの電子版の楽譜とは指示が違っていたので、でもこうやって見てみるとスラーが常に切れ目なしに次のスラーへとつながって、つまり曲全体を通じてレガートで弾くことが好まれている二楽章であるということがわかるかと思います。はじめから細かな表現や弾き方、またペダルの変え方について解説をしながら弾いていってみたいと思います。はじめ少し浅めにペダルを踏んでおきます。響きを確保するために、指でもこのように長めに押さえてフィンガーペダルを行ってあげる。右手の音が変わる瞬間に一瞬だけペダルを浮かせます。そしてここの音を弾くときに右手ラの音にアクセントがついてしまわないように、これ小節の一拍目なので強い拍でどうしても重さが乗りがちなんですけれども、スラーの終わりの音になっているので少し優しめに、極端に抜く必要はないと思うんですけれども、優しく軽く抜くように扱ってあげましょう。で次のこれも3拍目、弱い拍ですけれどもスラーの始まりになっているのではっきりと重さを乗せてあげる。でここ左手のハーモニーも変わるところなので、はっきりとペダルを変えてあげました。ここのアルペジオ上がりながら徐々に少しずつペダルを上げてあげます。ベタ踏みだとこのように全ての音が伸びてしまってちょっとケバケバしい響きになってしまうので、このあたりはもうノーペダルになってますね。で大事なのがここの右手で同音連打ファを3回弾きますが、これノーペダルでやるとどうしてもどう頑張っても少し切れて聞こえてしまいますよね。それを助けるために浅めにここにはペダルをつけてあげます。切れてしまうので、次も同じように、でこのフレーズの切れ目などもドからラに行くときに指でつなげてあげる必要はないと思うので離すんですけれども、その間に一瞬指が離れる瞬間ぐらいにペダルを踏んであげます。そうすることで明確に切れたというような印象にはならないはずです。でこの右手のスケールを降りていく動きなんかにペダルをつけてしまうとちょっとゴワゴワとして音も濁ってしまうので、ほぼほぼノーペダル、浅めに一瞬一拍ごとに踏むかなぐらいのなんですけれども、基本的に左手のフィンガーペダルというこの指で押さえたままにする奏法でハーモニーのアルペジオの響きは確保してあげている。
で、ここの同音連打もペダルなしには音がポツポツ切れてしまうので、それぞれのこの音に合わせてペダルを踏んであげます。で、やりながらここに書かれているクレッシェンドに従って膨らませてフォルテ、この素が一番大きくなるように持っていく。で、変えてあげてクレッシェンド。で、ここからの今止めたところ、ペダルで微妙に音をつなげてあげます。ペダルなしだとどう頑張っても音が切れてしまうので、というふうになってしまうので、今お話ししているようなこのペダリングのことは、小さな子供がねやるときにはそもそも足が届かないし、コントロールをつけさせることはなかなか難しいので、ノーペダルでするんですけれども、大人の方がねされるときには体格的にもペダルは届くと思うし、こういったゆっくりな曲を通じてレガートペダルというのを習得しておくことは、後々いろんな曲をやるときにも役立つかと思います。この瞬間に踏む、なのでレがまだ残ってますね。ここで踏む、踏み替える。で、今ここ左手の音、一楽章と共通する話ですけれども、伸びすぎないようにペダルも変えてあげましたし、右手がね同音連打なのでペダルを使っているんですけれども、ここまで左手の音が伸びすぎないように明確に手で離してあげます。で、ここからは2小節はじめと一緒ですね。で、ここ特に指示は書かれていないところですが、このミのフラットを弾くとき、これによって1回目との変化が生まれている、まあ、左手の和音ももちろん違うんですけれども、これを弾くことによって続きのハーモニーの進行が変わる大切な音なので、少し強調したい音かなと私は思います。で、それを弾く瞬間にも踏みっぱなしでは入らないように、これを弾く瞬間にはノーペダルになってるんですね。指で弾いた一瞬後に踏んであげる。ざっとお話をしましたが、こういった感じのこのレガートを助けるためのペダルの使い方というのをしています。音の強弱の変化についてあまりちょっとお話で今は触れれませんでしたが、なんとなくのニュアンスは伝わったでしょうか。これは一楽章でお話ししたような音の上降形に合わせて少し膨らませるようなニュアンスを持たせる、下がっていくときには反対にだんだんと落ち着いていくような感じの弾き方をするというのは、この楽章でもそうですし、またどんな曲をやる際にも共通して言えることだと思います。だんだんと膨らむように、次も同様に、で、高いところから降りていく。ね、全く書かれていないですけれども、クレッシェンド、クレッシェンド、そしてデクレッシェンド。で、この続きにクレッシェンドって書かれているのはハーモニーの変化、ここに一番重さ緊張感の乗るハーモニーなので、そこに向かって少し膨らませましょうというクレッシェンドの指示がありますけれども、それ以前のここはデクレッシェンドのニュアンス必要かなと思いますね。というのがこの2楽章の表現のニュアンス、またペダルの使い方でした。
少しタイミングを使うまで難しいですけれども、基本的に指で弾いた後にペダルは変えてあげる。そうすることで濁らせずに音をつなげて弾くことができる。このレガートのための踏みすぎない細かく変えてあげるペダリングというのをこの2楽章の学習を通じて習得できるよう取り組んでみてください。次のレッスンではいよいよ3楽章をやって、このクレメンティのソナチネのレッスンを締めくくりましょう。では今日も最後までご視聴ください。ありがとうございました。